皆さん、あの先週の金曜ロードショーのラピュタは良かったですね。バルス、あ、そうです、そうです、バルスがトソロでしたよ。そんなことある。先々週か、先々週ですね。俺実家で飼ってる猫の名前バルスやん。バルスってあの破壊の呪文。はいはい、バルス、バルスって金曜ロードショーで流れるたびにみんなでツイートするっていうのが一時期流行ってて、今日はそんなちょっとジブリで生まれた名言をクイズにしたので、ジブリの中のセリフを言うので作品名をお答えください。え、ちょっと待って、毎回思うねんけど、早押しクイズのさ、こうボタンみたいな、そういう予算でえのみんなハイハイのシステム、この間見たらそうランちゃんが手挙げてんのにさ、当てられへんもんだとか。クイズ企画がもうめっちゃ人気出て、これをじゃあシリーズ化にしようってなったら買います。そうやな、はい、安いけどなんな100均で売ってるかな。ほんま、例えばじゃあセリフバルスって言ったら天空の城ラピュタっていう感じで。どういうシステムなの？あ、今回は、チームブラスとチームアレちゃんの2チームに分かれました。はい、ジブリのなんか詳しさは多分みんな同じなので、均等に分かれるように。だチームブラスが私たち、はい、アレちゃんがこっちやね、はい、はい、全10問用意しましたので、負けた方は1人ずつジブリモノマネを罰ゲームでやってもらいます。もう別にそんなにいやーって感じでもない。もっと嫌がって嫌がって罰ゲームならないから。頑張らんと。これ全然できるで、今でも。言語出せ、言語出せ。もう終わったね、もうこれ。あらかじめやりたかっただけやんか。まあ、ちょっとあの笑わせにとって先に元のシワがひどい。タイトルはフルネーム伝わればいいですよ。伝われば、はい、では問題です。40秒で帰宅しな。あ、はいはい、千の千尋と神隠し。あ、違います。しかも違う、ちょっと違ったよね。千の千尋と、あ、はい、あ、天空の城ラピュタ。あ、正解です。そんなおばちゃんですよね。ドーラね。あ、そうそうそう、おばちゃんがパズーの家行って、そうそうそう、チータを助けたいんだって言ったら、はい、じゃあお前もついてこい、じゃあ40秒で支度しなっていう。ちょっと今適当に言ったんじゃないの、今こう言わせてるやん。そうそうそう、なんかツイッターで見たんですよ、流れてきてて、本当に40秒なのか測ってみたいな人がいて、で結局40秒じゃなかったみたいな。じゃないんかい。でそんなことすんのって感じよな。1ポイント。イズキティ何その拍手。あんまり喜んでないんだよ。こっちマイナスだから。指と指はこんなに開かんとあかんの。音鳴らしたくないんだよ。悔しい。第2問。悔しそうじゃない。第2問。生きろ、そなたは美しい。はい、はい、ブラスさん。もののけ姫。あ、正解です。明日か、明日かやな、ね、そうそう、やっぱこっちの方が強そう。強い、ね、イエーイ。反射神経悪いね。あ、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 ってやるから。はいって言って間違った方がいい。考えた方がいいのか。なるほど。だって間違ってもポイント減らへんねんから、ちょっとでも思ったら手挙げた方がいいわ。手挙げてこ。第3問、ほらね、怖くない。はい、はい。え、千と千尋じゃないの？違います。で、全部千と千尋の一部作戦。はい、あ、違います。はい、プール。あ、違います。え、なんかそういうの。はい、紅の豚。あ、違います。とりあえず言ってくれ、やめてください。はい、はい、焼けの上のポリ。違います。言葉何ですか？ほらね、怖くない。はい、はい、風立ちぬ。あ、違います。はい、水着。猫坂。違います。はい、はい、もののけ姫。違います。はい、はい、猫の宅急便。違います。はい、耳を澄ませば。じゃあ、もうこれ終了です。もう切り替えます。ちょっと、あとさ、猫の宅急便。ちょっと発音がさ、猫の宅急便。猫の宅急便。あ、違うしな。バーサイトはもうてめえに。ジジがおんだな。そう。答えは、風の谷のナウシカ。どんなやつやったっけ、ナウシカって。大きい虫出てくるやつ。虫に言ってるんじゃないんちゃう。鹿かなんかや。違う、馬みたいな。あの、かわいいやつだ。尻尾長いやつ。ペットとなったリスみたいなのに触って噛まれて。あ、そうそうそう。で、ほらね、そうそうそう、怖くないよ。知ってるやん。続いて。今2対0。2対0。はい。はい。4問目。夢だけど、夢じゃなかった。トトロ。正解だ、トトロ。夢だけど、夢じゃなかった。モノマネありがとう。やって6点先に取ったらもう終わりやな。あ、そうですね。やだ。続いて、まあ、これサービス問題ですね。ここで働かせてください。はい、はい、あるじゃん。もう千と千尋。あ、正解です。それこそ千と千尋だよね。千と千尋しか言ってへんねんけど。はい、はい、
千と千尋の神隠し。次も次からちゃんとみんな入っとるような、はい、猫の宅急便とか言う人がいる。黒猫やからな。ヤマトやから。そっちと混ざってたの。クズの問題。うちなんかお腹おかしいね。てめえ間違ってるくせに立ち上がってまで言うんじゃない。みんなのアルバイト。命を大切にしないやつなんて大嫌いだ。はい。あ、これだった。物のけ姫。違います。違う。はい。はい。くれないの豚。違います。はい。あ、思い出ポロポロ。違います。思い出の前に。違います。こくりこだった。違います。それしか言わないよ。はいはいはい、はい、アリエッティ。あ、違います。え、何回か出てきた名前のタイトルのやつ。これ初めてです、今回は。はい、はい、なんちゃらの姫。違うね、もう一つ姫系あったやん。習字みたいなやつ。かぐや姫。かぐや姫物語。違います。いや、はい、平成ポンポコ合戦。違います。はい、はい、ゲド戦記。あ、正解。多分勘でしょうけど。勘じゃないよ。ゲド戦記はな、今まで宮崎駿監督やったけど、宮崎駿監督の息子さんかなんかちゃう人がやって、はいはいはい、ほんですごい批判されとったからまだ見てへんねんぐらい。あ、そうなんです。背景があんま動かへんとかで手抜きちゃうかとか叩かれとって、たまになんか宣伝しなかったらしい。あ、そうなんや。続いての問題です。今しかも何体なんですか。4体に。ちょっと数えてよ。めっちゃ手上げる割にはさ、2やねん。一回間違ったら、そのあれは回答権なしにするか。あ、間違った人はその問題の途中は、回答権なしで、うん、お出だし。もう緩いからルールが途中で改変するんです。問題です。手出すなら、しまいまでやれ。はい、はい、阿部さん。千と千尋の神隠し。あ、正解です。どこのシーン。かまじいね。え、そのわかったかも。よう覚えてんな。だって意思を上げるところだよね。マクロクロスケみたいなやつが出てくるよな。どうしてわしも欲しい。いい。そう、喋ってない、喋ってない、喋ってない。え、違う、なんかそんな感じじゃなかった。喋ってない、喋ってへん、喋ってへん。トトロの方。トトロやった。トトロも似てるからね。もうみんな各々の解釈でいきます。はい、はい、正解。あ、今言おうとしたのに。10歳か何歳かになったら、うんうんうん、いかんとあかん大人になるために旅立たんとあかん、その日に、はい、結構決めた時やな。キキの、セリフです、はい、え、それだけ。まるで人間みたいだな。はい、もうあかんで2人言うたら、あとアリちゃんにかかってる。はい、